はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、高橋みともです。前にもおっしゃったことあるんですが、ウルトラマン、なんだっけ、どっちだろう、あの、ギャラクシーファイトのあの、曲のやつですね。あの、一応概要欄に説明書きます。無限の空、一つより、生まれゆく人たち、ラブやはりに、いじさわられ、動き出すジストーリー、遥か続く夢をで、受け継がれてきたもの、戦う石地を、ガラ、痛みを背負い、希望をたとえ、飛び立て、熱を、我が家立つ翼で、いつの髪をフューチャー、操作、人生に何を出し、親愛に気づき、愛が、わからり合うとき、添えられない、あんがないから、人生最後の、累積奇跡。運命さえ離れてく。一人よがり、続いていたら、戻りつけはしない場所。ロズイトを言って、それを捨て、人生が落ち着き、人生を失え。飛び立つヒーロー、レッツゴー、捨てられた翼で、それでに竜ちゃん、少佐、人生に流れて、深夜に行き、正義、愛が、そんなに合うとき、問えられない、幼いから、なじめは人間中心に出せる人間が必要だ。人間が緊張する人間が緊張するジェネレーション。導いてヒーロー。諦めないで、ずっと、避けるのは誰？人生にまして、絶対、その時代の罠に、はい、座って、伝えて、守いて、どんな絆でも強さに変え、まず、仕上がれ！涙でヒーロー、レコー、つながれた翼で、つかめ、そうじゃ、そうさ、24人なだけ、嫌に好き、正義、愛が、ただなり合うとき、されない、わからないから、信じたいの、つなをさせ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。